は10回目の講義で翻訳というところになります。それで翻訳というのはご存知の通り RNA からタンパクを作るところなんですが、翻訳が実際に行われているのは、これはウィキペディアの動画を映させていただいているんですが、こういうふうに RNA を動かしながらこのトランスファー RNA というのが次々入ってきて、それが持ってきているアミノ酸を1個ずつつないでいく。だから最初、翻訳の開始っていうのがあって、それから伸長っていうのがあって、ターミネーションっていうところで、リボゾームにおけるタンパクが作られるということが、終了して、終了するとこの集まってきてたいろんなものがまたバラバラになっていってしまうという、大きいサビユニットと小さいサビユニットと RNA が離れていくという、そういう、これはタンパクが離れていって、まだ続けてやってると、今度はこれは膜タンパクとか膜の外へ出ていくタンパクの場合にどういうふうになるかっていうわけですね。スムースエンドプラセミックレティクラムというところでの翻訳と、ラフエンドプラセミックレティクラムという膜にくっついて粒子がザラザラして見えるという方をラフで、スムースという方は一応こうそうではなくて、リボゾームがくっつかない、膜にくっついてるやつはこの、翻訳化されると同時にこうフォールディングされていくっていう話になります。それで今みたいな複雑なものが出てまいりまして、実際にこういう、一番こう我々がよく言う今の生物学で一番大事なのは、超分子構造っていうですから、高分子っていうと普通共有結合で有機化合物みたいな作られるわけですが、それ以外の疎水性だとか水素結合だとかいろんなもので構造が作られるのをスプラモレキュラーストラクチャーといいまして、ダイナミクス、超分子構造のダイナミクスっていうのが、今の生命科学の一番の問題で、要するに大金だとかなんかと分子の間を埋めるっていうことが今の我々の一番の生物科学で難しい。1個ずつの分子は山下先生が頑張って計算していただければかなりわかる。だけど細胞の方も見ることはできる。だけど細胞で起こっていることを分子の言葉で言おうとすると非常に難しいという、その間を埋めていく、いろんな、だからこう超分子構造を考えることが中心なんですが、その超分子構造を考える一番いいモデルになるのは実はこのリボゾームというやつでして、なぜリボゾームがいいかというと、リボゾームは結晶が取れていた、だから一番最初に結晶が取られて、それで関わっている RNA だとかDNA だとか、そういうのもみんな、結構詳細に解明されてきたということがあります。それ全核細胞のリボゾームの構造というのは結晶で解かれて、その最初の結合とかそういうところを見ると、50S っていうラージサブユニットとスモールのサブユニットが合わさってきて、それでアミノアシル、アミノ酸を持っている tRNA が来て出てくることが分かってきている。それちょっとその数の計算が合わないみたいな話なんですが、これは沈降乗数というのでやってますので、超遠心で沈めた時のスピードなんかが来るやつで、全核細胞では 50S プラス 30S で 70S という言い方がされて、真核細胞では 60S プラス 40S で 80S と言われるんですが、もうちょっと細かく言うとラージサビユニットとスモールサビユニットといった方が間違いがない、その RNA とタンパクの複合体ができる。それこれがですね、今日の一番の皆さんと考えたいメッセージは、生物みたいな超分子構造がどうやってできたのかということを考えますと、今の一応我々の現代の生物学で考えているところは RNA ワールドだという考え方、 RNA が最初にあって、それでだけど RNA が進化してきた最初は何かっていうと、 RNA がアミノ酸と相互作用した、だからトランスファー RNA とかメッセンジャー RNA っていうのが進化の元として一番大事じゃないかと。
そうするとこのリボゾームの構造っていうの中にかなり進化でどういうふうに生物が発生してきたかっていうことを頭で捉えるメッセージの謎が隠されてるんじゃないか。だから長分子構造をやろうとしたらば、この R リボゾームというのから見ていくと、こう要するにトランスファー RNA ってアミノ酸1個をしっかり掴むものが次に出てくるわけで、それが電子機して伸ばしてラミネーションして作られたタンパクがちょうどリボゾームの中でフォールディングっていうのが始まっていくわけですが、このまあくっつくところがあって、先へ移るところがあって、離れていくところがあるっていう構造がまあ解かれて、さらにクライオ電検でこう身長の各ステップが次々分かってきています。それでこのいろんなステップに例えば GTP と GDP が回っていくだとか、いろんなこともこのクライオ電検でかなり分かってきていますが、今日はその細かなステップ全部を講義で理解してもらうよりも、ちょっとそのもうちょっと原初的な、まず一番最初に詳しくちょっと考えてみたいのは、もし RNA リボゾームが進化してきたとしたらどういうふうに進化してきたかっていうのをちょっと見るのに、一つトランスファー RNA っていうのがこう1個の RNA と1個のアミノ酸の結合で分かりやすいかもしれない。それでまあ格好を取っていくということで、まあ、RNA が形を取っていって機能を持っていく、形ができればそこでまあ何て言うんですかね、ハマったものと一緒にインデュースフィットだとかいろんな変化進化がダイナミクスが始まりますが、最初結合する構造ができて、それがまあプロトトランスファーメッセンジャー RNA みたいなプリミティブトランスレーションみたいなものからどんどん進化していくというモデルが今のところ主流に考えます。それでこのプリミティブトランスレーションの後で今度はリバーストランスクリプションじゃないけど DNA に情報を蓄えるっていうような格好が出てきたんじゃないかと。そうすると RNA のところに一番多く情報があったのかもしれない気がしてまいります。それでですね、このもう一つ大事なのは、非常に幸いなことに結晶構造が解かれたりすると拡散の方が反射の照り返しが強いですから、拡散構造の方がよく見える。それで拡散構造がよく見えるとですね、実にたくさん修飾が入っている。ですからまあ、ゲノムが修飾されるとエピゲノムっていうけど、トランスクリプトームが修飾されるとエピトランスクリプトームっていう話をこの間しましたが、その起源はもうここの一番最初、進化の最初に RNA ワールドというのが進化していくときに、 RNA の配列だけで進化しているのではない。 RNA がいろんな化学反応を受けたりして修飾物ができたりした中で、むしろ使いやすい修飾系が残ってきたという。そうすると進化してきたのはどちらかというと RNA っていうよりはエピトランスクリプトームで、 RNA 修飾を含めて形を取るように進化してきたんじゃないかと。これがRNA の形がいろいろな可能性がある中で比較的決まった形を取ってきたっていうことの一つの大きいのは、やっぱり目的に合わせて再現性のある修飾やなんかが入ってきて、それが最初の進化のスタート。だから最初使われてても後で古生物にあっても今使われてない修飾とか山のようにあります。そうすると修飾の中でも比較的安定して形をとって認識に関わるものが使われてきて、かなりのものはもう進化の過程で捨てられているというふうに考えると、それでここを見てもう一つ面白いのは、アミノアシル基がくっつく方は比較的修飾が少なくて、アンチコドンっていう方は修飾が多い。ですからこのメッセンジャー RNA の情報を読み取ってアミノ酸に変えていくジェネティックコードを実は決める仕組みというのは、このトランスファー RNA やなんかの進化の中で生まれてきたんじゃないかというふうに考えられます。だから RNA が進化していってアミノ酸が選択されていって、アミノ酸が選択されていって RNA の進化がまた決まっていくっていうサイクルに入っていったっていう、こうなんていうんですかね、リボヌクレオプロテインみたいな
考え方というので生物を理解していくと実は非常にいいんじゃないかと。それでところが今の我々が習う生物学は DNA メイクス、RNA メイクス、プロテインの頭で結構固まってますから、 DNA の情報というのを固定的に見てしまいがちだけれども、実は DNA の情報というのは RNA の多彩な情報のある一面を投射したものだというふうに見ていくと分かりやすいかもしれないと思います。それでこれがそのあるどんな修飾があるかというのをまとめてみますと、左上が真核細胞で右上が原核細胞生物で、下が古細菌、一番だからまあ古細菌から真核生物が出てきたみたいに考えられるんですが、そうすると例えば面白いことにイノシンなんかは古細菌にはない、それから、プシュードオリジン、これはもう全部、それから M6A、 この間から話してます、こういうのも全部のところにあるということで、非常に何て言うのかな、保存されているものもあれば捨てられてきちゃってるものもいっぱいあるし、またあの使い回しがあって古細菌と原核生物の間でもたくさんの違いがあるというのを見ると、 RNA の修飾というのもかなりダイナミックに、だから進化はずっと続いているというふうに見た方がいいんじゃないかという気がしてきます。それであのまあ代表的な修飾のまあ化学物質の形として、このどういうものがあるかっていうと、まあ、例えばプソイドウリジンっていうと、まあ、どういうものがこのイソメライゼーションだとか、それからこの間話した M6 のアデニンですね、それから M7 の G と、それから O の2番目のところ、そういうところが変わるというような修飾が代表的な修飾になります。それでこういうものが、例えばじゃあさっき言った、イノシン、これは、デアミネースですね、アデニンの NH2 が O になって、ハイドロリティックデアミネースによってイノシンになります。それでこれが実はあのなんていうかな、例えばたくさんのコードを読むときにすごくいいですよね。イノシンはここにあるみたいに、イノシンとシチジンのペア、イノシンとウリジンのペア、イノシンとアデノシンのペアというふうに、そのペアリングがいろいろできますから、例えばアラニンで考えると GCU と GCC と GCA なんかと結構できるかもしれない。GCG はどうかな、違うトランスファー RNA を使ってるかもしれないし、弱くてもあれかもしれないですが、まあ、トランスファー RNA っていろんなタイプのものが作られてきますから、一つのアミノ酸に対応してもたくさんの tRNA がありますから、まあ一つのあれでいかなくてもいいんですが、それでもイノシンみたいなものがあるとこういうコードの組み合わせが決まってきたという、なんでここはたくさんあるんだろうと。それでこの組み合わせを決めていくトランスファーの RNA の構造を作るときに、かなり修飾というのがこれを選択したり、それから構造を安定化させるときに、もちろんアミノ酸あの核酸配列の進化もあります。 RNA の核酸配列がいろいろ変わっていって進化をしていくというのと、それから修飾が変わって進化していくというのはあるけれども、やっぱりそうすると遺伝情報といってもやっぱり物質の情報だなっていう、だからメチル基だとかアミノ基だとか、そういうのを理解してないとやっぱり本当のところでは理解できない。科学の言葉で生物をやっぱりきちんと理解していくということがかなりベースだ。それがでも進化のドライブになって、進化としてはそういうものを次々使い回してやっていくから、配列だけで見ちゃうと見失うものがすごく多い。だけどこれを質量分析で決めようとすると、まあ上田さんも以前やってたことがあるんですかね、結構大変なんですかね、質量分析で書く。そうですね、生成したりだとか、はい、解析したりとか、専用の経路があるので、ええ、かなりまあトランスファー RNA とか量があるからある程度できるのかな、そうでもないかな。はい、
はい。多分リボゾームの RNA で修飾があるのは 1-2% なのに対して、トランスファー RNA では2割ぐらい核酸に修飾が入ってますから、やっぱりさっき言ったリボヌクレオプロテインっていうのでいくと、トランスファー RNA の根本としているところが進化のソースのプールだったんじゃないかと。だからこうアミノ酸の認識したりペプチドを認識してったりするRNA っていうのが一番進化の原動力として、化学修飾をいろいろ入ったり使い回しして、その中で選んでいったというふうに考えると、単純な水の中で高度な高地構造ができるっていうのは非常に考えにくいですよね。だから何かの足場がいると。で、何かの足場でもって一番良かったのは RNA ではないかと。それがたくさんの修飾を受けて、まあ、こういう一つの一番原子としてはメッセンジャーとトランスファーのアイノコみたいな RNA のワールドができて、それがだんだんリボゾームみたいなものに進化していっちゃったという形で考えると、生物の一つのコアはこのリボゾームというところに生まれてきたのかもしれないという。ですから見方として核の中の情報が生命の起源であるというふうに見られがちなんですが、物質としての起源で見ると RNA とリボゾームというところから生物が進化してきたという方がきっと妥当性があるんじゃないか。で、僕らがガンとかなんかを見るときにホワイトマターとしての DNA 配列っていうのは非常に決めやすいけれども、この RNA のプロセッシングから翻訳からメタボライトっていうところは非常にまあダークマターって言われるように、ガンやなんかでも分かりにくいけれども、多分21世紀の生命科学はそこへ入っていくということで、このリボヌクレオプロテインという概念が非常に大事ではないかということを、まあ、リボゾームの話からご理解いただけるとありがたいと思います。それでまあ進化の確定を受けてできてしまったものを見ますと、そのリボゾームの形成は RNA ポル1によってプレリボゾーマル RNA が核小体で転写されてプロセッシングと修飾を受けると。だから核小体はこの前の転写ファクトリーでは転写ファクトリーネガティブのところです。転写がネガティブのところと言ったけど、それはポル2の転写の話でありまして、ポル1の転写は核小体でかなり行われているんではないかというふうに考えられています。それでこの RNA がこのプロセッシングと修飾を受けるんですが、その途中のやっぱりスプライシングというか除かれる ITS1 とか ITS2 っていう配列があります。この ITS1 とか2もまたシュードオリジンがあることが非常にそこを認識するのに大事なんで、 RNA の修飾が入っているところでこうつないだり切ったりとかいうのが行われる。だから M6A も同じようにWTAP 複合体とかアルターナティブスプライシングとか大事ですねっていう話をこの前出しましたが、スプライシングとかそういうところになると RNA のもう一つのエピトランスクリプトンみたいな修飾のところがかなり大きな役割をしているというのは、この最初からそういう性質を持っていたということを分かりたい。それで切断されて修飾されたリボゾーム RNA をコアに小ユニットが核小体内に形成されて、それらが集まってリボゾームが核内で部分形成されて、核外にエクスポートされていくと。そうするとですね、ここでもう一個大事な概念は、核の中である程度部分的にいろんな構造が作られて、そのものが核の外へ出ていってもう一回アセンブルしたりする。だからなんかもののできる時にも階層的な構造があって、これは来週角膜の構造でもいろいろ考えていきたいと思うんですが、角膜みたいなものが細胞分裂の時に壊れてまた集まるっていう時に、いくつかのやっぱり基礎的なコンポーネントみたいなものを想定しておいて、だから自動車を分解する時にエンジンとギアボックスと例えばカーナビと後でアセンブルすれば簡単ですねみたいな、それが何層の構造にもなってて、エンジンの部分になったらまたエンジンの部分がバラすといくつかの部品からなってるみたいな、それで細胞分裂で分かれるといってもコンポーネントみたいなの残ってるようなイメージですかね。
だからいろんなところで動いていくたびに少しずつ構成されていくというだから中間的なレイヤーを使い回していくみたいなそういう考え方で見ていくのがすごく大事ではないかと思います。それで核外で 40S に、まあ、これはユーカリオートの場合ですが、まあ、いわゆるこの間言ったキャッピングですね M7GPP とポリ A を持つメッセンジャー RNA が結合して、まあ、60S が結合して 80S の成熟リボゾームができるっていうそういう形のものが今、まあ、メジャーなパスウェイとして翻訳の開始それから伸長のところで考えられています。で先ほど言った、プソイドオリジンはどうなっているかというとこの N のところが、左のですねオリジンの赤い矢印のところが C NH と変わっていてそこが、まあ、イントロン除去にはプソイドオリジン修飾を持っているようなそういう snRNA が必須ですよということがよく知られています。それで細胞膜細胞質での、まあ、リボゾームの翻訳開始っていうか細胞質というか、まあ、ER だとかいろんなところで進んでいくわけですがこの、まあ、最初そのメッセンジャー RNA とそれからイニシエーションファクターのリクルートメントがあってここにチェックポイントがあってそれからメッセンジャー RNA のアンフォールディングですねそこでまたチェックポイントがあってそれから次にスタートコドンのレコグニッションというのがありましてここでチェックポイントそれから次に 50S のここまでこの PIC というのが作られてその後に 50S がジョインしてくるとそれでまたこのディッソシエーションとイニシエーションファクターが離れていくところで、まあ、トランスファー RNA が次々入ってくるということの構造でいってそれで合成されたペプチドが抜けていく、まあ、トンネル構造の中でチェックを受けながら、まあ、最初のフォールディングが進んでいく。ここで最初のフォールディングというのは後でちょっと述べますがフォールディングというのはもっといろんなステップでこれもまた次々行われますのでこのタンパクの中で作られていく。それじゃあ最初のそのイニシエーションのところなんですがこれは全核細胞と真核細胞ではかなり違います。今まで言ってきた真核細胞イニシエーションファクター4やなんか大事ですよというのは5' の、まあ、キャップがあってそれからコーディングがあって最後にポリ A がそれに対してプロカリオーティックのメッセンジャー RNA はトランスレーションのスタイルスタートがたくさんあってそこが次々タンパクを作っていくというふうに RNA の中で認識されて、まあ、できていきます。で今日は主にユーカリオートの話に絞ってしちゃいますんで名前とか性質の点でもですが、まあ、真核細胞のリボゾームの解析の歴史イニシエーションファクターの解析の歴史というのは、まあ、5' のキャップ構造がついてるんでこの間も言いましたがキャップをカラムにつけて生するとそれでついてきたタンパク質を取るっていうところからスタートしてます。それでそこで取れてきたのがイニシエーションファクター4という、まあ、イニシエーションファクターの4とか A とか G とかそういうものがくっついて取れてきてそこへ、まあ、こちらから 43S といわれるそのイニシエーションファクターの3とそれから1と 1A と、まあ、メチニオニを持っているようなものが来て 48S というのになってっていうことで進んでいくというふうになっていきます。それこの、まあ、イニシエーションファクターの最初っていうのが、まあ、非常に後でも出てきますが大事でして、まあ、最初キャップに、まあ、4E が結合するということがいわゆるキャップの認識においては大事です。それで、まあ、EIF2 の GTP とトランスファー RNA が結合してスキャンして開始のメチオニンから別のトランスファー RNA が伸長反応していって、まあ、停止コドンで 60S が離れるということになります。じゃあ一番最初のイニシエーションファクター4というのは
どういうのかというと、まずキャップの結合で一番大事なのはイニシエーションファクターの 4E というのが非常によく知られています。それでもう一つは足場のファクターということで、このイニシエーションファクター 4G、 それで 4G は PAM という、まあ、ポリアデニネアデニのバインディングプロポリ A のバインディングプロテインがあって、それから 4E にくっつくところがあって、それから、まあ、いろんな結合のモチーフがあるっていうふうに考えられて、それでさっき言ったあの RNA の格好をきれいにするっていうところでは EIF4A というのが、まあ、ヘリケース用の構造を持っていて、ですからここにかなり基本的なあれですよね、キャップを認識して、それで足場があって性ヘリケースがあるということで、まあ、最初のスタートが始まって、しかもこのところで面白いと思うのはポリ A のバインディングプロテインを認識するものがありますから、もう最初から環状構造が取られる可能性が強い、そういうもう構造ができていきます。それこれはあの有名な実験があるんですが、そうするとそういうものを混ぜといたらば本当に環状構造になっちゃいましたと、電検で見たらばきれいに環状構造を作ることができますよって、非常に強力なあれですね。だから超分子構造をやるときに一番こう、まあ、合成生物学の人たちには一番分かりやすいと思うんですが、試験管内で合成して形機能が生まれればこれは一番いいですねっていう生物学の一つのやり方なんで、まあ、あの生成してくるものと合成してくるものと合わせて見ていって生物学が分かっていくというふうになると思います。それでなぜこれが大事かっていうとですね、実はこの 4E というところに 4EBP というタンパクが結構くっついて、 4E の普段ブロックしている。それで増殖やなんかで、まあ、よく増殖因子からのシグナルというのが言われますが、それはこのシグナルの下流というのは4EBP をリン酸化するんだと。だから 4EBP をリン酸化すると 4E から外れていってしまうんで、これが大事だということが言われています。それでこのところをですからやるとすると、まあがん細胞っていうのが生き延びるためにこの増殖シグナルが来た時に翻訳を結構活性化して、どん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 、まあ、細胞を分裂して増えていくのにはいろんなものがたくさん2倍ないとダメですよね。最低ミニマムに必要なハウスキーピングのプロダクトは2倍ないといけないから、増殖をしないといけないと。そうすると一番簡単にできるのはメッセンジャーの数が同じでも何でもこの 4EBP みんな外しちゃってどんどん翻訳をやらせればそれで変わってくるという。だからこういうところの変動がかなりガンやなんかのいわゆるダークマターと言ってるところで起こっているんじゃないですかということが考えられてきます。そうすると今まで例えばあの乳がんやなんかでこの HER2 で、まあ、認識されるタイプとか、それからエストロジェンレセプターで認識されるやつだとか BRCA で、まあ、性格づけられるようなやつというのがあった場合に、これをそれぞれいろんなもので治療するとやってもなかなか良くならないという時に、ここに、まあ、EIF の 4E の阻害をやればがんがなくなるんじゃないかということが言われて、一時期みんなこのラパログという制がん剤を作ろうとしたんだけれども、あんまりうまくいってないというところが今の問題でして、これをどうやってエスケープしているのかっていうことがとっても大きな謎になっています。それでそこで一つ考えられているのは 4E、 要するにイニシエーションファクターの 4E によるキャップ認識によらないような IRES からの翻訳みたいなものが効いてしまうんではないか。それでイニシエーションファクターの 4G だとか 4A を介する、まあ、IRES からの翻訳の開始、それからあとはイニシエーションファクターの3が非常に強烈に効く一部のウイルスやなんかの翻訳の開始というのがあって、
そういうものが癌での治療抵抗性にかなり効いてくるのではないかということも、最近この癌の治療というところではかなりホットなところになってきています。それで翻訳の問題でもう一個こう頭が痛いのは、 RNA のシークエンスをやっていくとこうリバーススプライシングというので環状の RNA が作られるという話をこの前しました。これはですね、環状の RNA いろいろスプライシングでできた産物がまた逆スプライシングという格好でくっついてしまう。例えばここに書いてあるのはエクソンの2番だけが環状になっちゃったやつとか、エクソンの1,2,3が環状になっちゃったやつとか、エクソンの3番4番が環状になった RNA ができてくるっていうんですが、もう一つちょっと問題なのはこういうのをどうやって認識するかっていう時に、これがシークエンシングのアーティファクトじゃないかって。だから実際にタンパク環状 RNA とかそういう話をすると多分必ず出てくるのはそれはシークエンスのアーティファクトではないかと。例えば増幅してやったりとか実験やってるとかなり間違えたものが入ってきそうなんで、本当かどうかという、それで本当かどうかというのを見るのには質量分析でそこにコードされたタンパクがあるかどうか見ればいいっていうんで、まあ今年ぐらいになってそういうところもちゃんとタンパク、例えばこれはモリキュラーセルに最近出てるやつですが、このエクストラクトでマススペックでちゃんとそのアミノ酸配列のものがありますよというものを確かめたということで、まあ僕らなんかサーキュラー RNA とか言うと油谷先生かなんか、いやそんなのはシークエンシングアーティファクトでないとどうして言えるんだと怒られそうなところなんで、質量分析までやんないと本当にそう翻訳されてんですかということが、まあ難しいかもしれないということが。それでこのタンパクは例えばキガとかそれからフォックソっていう、まあ、栄養の制御ので生まれてくるっていうことが分かってまして、ちゃんと適応のメカニズムとして、まあ、RNA を緊急に動員するという仕組みがありますよということが分かってきています。そうすると RNA の構造の今まで我々が解析できるっていうのはシークエンスですよね。しかも多くの場合はリバーストランスクリプテースで RNA の配列元々の修飾とかなんかなくしちゃって増幅して DNA にして見ちゃってますから、非常に多くの情報が失われてるかもしれないという問題がこれから鍵になってくるかもしれません。それで先ほど言ったタンパクが出てくるちょうどこの出口からは水の中へ触れてしまいますので、このホールディングが行われて品質がまあ管理されていくということになります。それでここでちょっと面白いのは、よくいろんな生物で、タンパクを発現する実験をやっている方はコドン優生児によってタンパクの収量が全然違うということを経験される。これはなぜかというとですね、あそこの通り道っていうのは実際はトランスファー RNA の格好によってかなり変わってきてしまいますから、どんなトランスファー RNA が作られているかで翻訳のスピードも翻訳されたタンパクの安定性っていうのも大きく変わる。それでトランスファー RNA の進化というのは実はこのタンパクのフォールディングとすごく関わっている。だからリボゾームの格好を決めてるのはリボゾームだけではなくて、そこへどんなトランスファー RNA がはまってくるかで変わってきまして、そのどんなトランスファー RNA にどんな化学修飾が入っていくかっていうことでも変わってくるっていう、そういう何て言うんですかね、組み合わせモデルみたいな、そういう考え方が必要なんで。そうすると経験、これ今はまだあれですよね、タンパク発現ってかなりのところは経験的にしか決まんなくて、いろいろ遺伝子を入れてもタンパクいっぱい作られたりあんまり作られないですねっていうと、そのフォールディングの問題ですかとかすぐなっちゃうんですが、その前にリボゾームのところでどういうタンパク質が作られてどういうフォールディングを起こすように持っていってるかという構造自体が一つの一貫した進化のセレクションをかなり生物では受けています。
だから大腸菌では大腸菌の tRNA が多いしっていうふうになっていますんで、そこのところの問題があります。それでもう一つ、まあ、翻訳の長分子構造で、まあ、原核生物では、まあ、縦の糸に見える DNA から RNA が3転写されて、その80ヌクレオチドぐらいごとにリボゾームが結合してタンパクを合成しているっていう、こういう割ときれいなポリゾーム構造っていうんですかね、取ることができて、ああこうやって作られてるんですよということが。でも真核生物になるとメッセンジャー RNA は核から小胞体の膜構造に結合したリポゾームに結合して膜表面に移動しながらプロセッシングされます。それで膜に、まあ、結合しない自由なリポゾームというのもしばしば数個集まってポリソームを形成するんですが、こういうまあ小胞体のところにあるまあリポゾームというのの実際の転写の翻訳の仕組みというのも非常に大事ということになってしまいます。それで1980年にまあこのさっき言った素面小胞体、ワルターとブローデルというブローベたちが、まあ、分泌性のタンパクのメッセンジャーには分泌のシグナルがあって、さっきもウィキペディアの漫画もよくできていて、後半の方は膜にちゃんとはまって翻訳をやっていくというところを出していましたが、RNA の配列によってシグナルシークエンスによってその来るトランスファー RNA が異なってくると、そこの構造のところが実際に、まあ、活面小胞体にある RNA とこう相互作用していくという、そういう全体のメカニズムが形成していって、これが、レコグニションの、まあ、シグナルレコグニションプロテインっていうのがリボゾームに結合する分泌のシグナル配列というのがあると、ここに SRP っていうタンパクがくっついちゃうんですよというのがすごく大事ですねということを言っている。それで最初のもうその分泌のシグナルが入っていると SRP にくっついて素面小胞体にこれが持ってかれちゃうんですよということで、膜へのインザーションが行われるというふうになる。それでここら辺まではまあなんとなくまだ今まで聞いてご存知の通りかもしれないけど、ここから先のその例えばニューロンでどこにリボゾームがあるかっていうと、ニューロンではもうこのポリ A がこの突起のところのずっとあれ先の方まで来ちゃいますよということになってしまって、これも非常に難しい問題が出てきちゃいます。それでアクソンで、まあ、マイクロチブール系でカーゴ輸送される、だからメッセンジャー RNA が、まあ、核で作られるとタンパクと結合して輸送パーティクルっていうのが形成されて、ミクロチューブルで、まあ、輸送、それで輸送されてる間は翻訳を抑制するタンパクもくっついていて、これがシナプスでトラップされて翻訳が開始されるっていう、そういうシナプスでしか翻訳されないっていう格好によってシナプスの形成というのが起こるっていう、まあ、神経細胞の非常に特徴的なこのリボゾームの輸送やなんかが起こってきます。そうするとこういうのの場合は一体どうやってカーゴ輸送が行われてどうして選択されてるのかっていうことがやっぱりまたすごく、まあ、長分子構造の中でも一番難しい方の問題になってくるかもしれない。それでもうちょっと複雑なのは、まあ、神経の細胞はご存知の通り樹状突起というのと、それからアクソン軸索というのがあります。それで樹状突起では ER とかゴルジとかリサイクリングエンドゾームみたいなこの リボゾームだとかタンパク質が運ばれていくというのがそちらによって行われるんですが、軸索の場合はさっき言ったようにマイクロチューブルで輸送されるということで、これもまた突起といっても樹状突起の方とアクソンの方は全然違う、そういう輸送。そうすると細胞っていうのも結構意外と極性というのができてくると、
このどういうサイトスケルトンが主に担っているかということで、輸送のされ方も変わってくるという、だからもうリボゾーム自体も運ばれちゃうんですねと。まあ、確かにリボゾーム運んじゃえば簡単でいいですよね。それでこっちで作りますよというふうに持っていくことができるというふうになっています。それでこの教科書の方にはプロテインシンセシスでかなりたくさんの問題が書かれています。それでこの後例えばフォールディングでアミロイドやプリオンの話、それからメッセンジャー RNA の場所の違い、膜タンパク質での合成なんですが、まず膜タンパク質の合成の話は、来週以降膜の話、来週は核の話をしますが、再来週に膜とその輸送の話をしますので、そこでやった方がいいと思います。それからリン酸化の話も出てきますが、まあ、リン酸化のところはシグナルの話の中で紹介した方がいい。それからメチル化アセチル化はこのエピゲノムのところで、まあ、メチレースとかデメチレースで紹介すると。それから糖鎖による修飾とか脂質による修飾っていうのも膜のところで紹介した方がいいんじゃないかと思いまして、今日はちょっと端折って整理していく。それで今日ちょっと紹介したいと思うのはタンパク質の分解で、ユビキチンの修飾と、それから ATGA8 または LC3 というタンパク質での修飾によって分解が始まるということをちょっとご紹介したい、と思います。その前にフォールディングのところでちょっと補足は、フォールディングっていうのは、まあ、これは実際にビジェイ・パンデたちの、まあ、分子動力学計算で、水の中で水にぶつかり、まあ、水分子にぶつかりながらだんだんこのビリンっていうタンパクですかね、36アミノ酸のがなっていくというところを計算でやるのに成功した、まあ、最初の頃のあれですね。僕が MIT にいた頃からこの分子動力学で計算するっていう人たちいっぱいいたんだけど、20世紀の間はずっと失敗してて、21世紀になって演算能力が、まあ、我々の時代の20世紀のクレイのスーパーコンピューターより、まあ、今では iPhone の方が早いぐらいっていうふうになってますから、こういうのが計算できるっていうんですが、そうするとフォールディングの仕組みって意外と、逆に言うとこれがフォールディングですというルールがあるというよりは、こうペプチドがどういうふうに変わっていくかっていう、非常に時間のかかる反応もあるし、ゆっくりの反応もありますし、いろんなものが使われるという、だからタンパク質のフォールディングというと、なんかこういうふうにきれいにフォールドするというルールがあるというふうに考えられてしまいがちなんですが、実際には抗原抗体反応で使われるいろんなタンパクの構造変化、プロリンがシストランスに変わったりっていうのは、やっぱりフォールディングでプロリンがシストランスに変わったりというふうに、だから超分子構造を考える上で、やっぱり化学反応として起こるものはかなりいろんなものが入ってくる可能性があるんだ。もちろんだから有名なものはアルファヘリックスだとか、まあ、ベータシートみたいなこう特徴的なフォールディングの形というのはあるけれども、実際に見るとその一つずつが結構変わってきて、アルファヘリックスでもそのなんていうんですかね、ロイシンジッパーみたいに2つのがくっつくのがあったり、コラーゲンみたいに3つのがくっつくようになったりっていう、ちょっとの違いがすごく多く変わります。しかもその途中にアミノ酸が1個変わると、こうよくミオシンやなんかクキッと曲がるみたいに曲がってったりとか、いろんなことが起こりますから、フォールディングの場合はもうかなり個々の配列に依存してやっぱり計算していかないと、最終産物がどうなってきたか分かんない。そうすると進化論的な基礎としては、かなりこう最初にまあフォールドしやすいドメイン構造みたいなのが作られて、あとはドメインごとにエクソンにしてエクソンシャッフルみたいでやっていくって、やっぱり製品作りのそれぞれのパーツを作ってしまって、パーツごとに変わっていくみたいな構造が多いんじゃないかと。それで進化がエクソンのシャッフルで進化していくと。それでもう一個、もうちょっと今日はあんまりその膜の話はしませんよと言ったのは、これは例えばシャペロンっていうタンパクがありまして、 ATP を使って
こうフォールドされていないタンパクをうまくカバーしてそのまま持ってっちゃうタンパク、例えばミトコンドリアのタンパクやなんかは合成されるとこのタンパク質のところへミトコン、まあ、シャペロンがくっついていきまして、それでそのミトコンドリアへ行く認識の配列っていうのは右上に出てるみたいな配列があって、それを今度はミトコンドリアのまあ何て言うんですかね、トムっていうその膜を抜ける穴みたいなところがあって、それからティムっていう、まあ、アウターメンブレンとインナーメンブレンの通過のポイントがありまして、これを抜けて中へ入る途中でまたステップワイズにフォールディングされていくっていういろんな格好がありますので、フォールディングの一つの問題、これでパッとこう許可書面とここでフォールディングしますとか書いてあるけれども、もうちょっと違ってここからも超分子構造の一つの生き方の中で分子ごとに見ていかないと奇想天外なことが起こってくるというふうになってしまうんではないか。それで最後の後もう時間がないんで5分ぐらいでタンパクの今度は分解のところですね。この細胞の中のタンパク質の分解にはプロテアーゼで、まあ、タンパク質を切断したり端から壊していく、ペプチド結合器、それからライソゾームで、まあ、わーっと分解しちゃうと、それからユビキチンというマークをつけたタンパク質をプロテアソームという巨大タンパク質複合体で個々のアミノ酸まで分解するか、またはプロセスする場合もありますが途中で止めちゃう場合もありますが仕組み、それから細胞膜のオルガネラごとオートファジーで分解する仕組みというのがあります。それであのユビキチンっていうまあタンパクをくっつける修飾の場合ですと、この非常に E1、E2、E3 っていうステップを取って、まず E1 にまあユビキチンがこの SH 基のところへくっつくようになります。それでこれが E2 というのへ移されて、さらにこの E2 が E3 という基質を加え込むものが持ってきて、その基質の NH2 のところにユビキチンをくっつけるということをやります。それでこの操作が繰り返されることによってポリユビキチン化されて、これが一番このプロテアソームに持っていかれるようになります。これもよく見ていくと、なぜこういう経過をとっていくかっていうのが、まあ、化学反応として分かるところがあるんですが、まあ、今日はそれはスキップして、それで実際に、まあ、こういうのが有効なのは、まあ、一番例えば大量に壊さなくちゃならないのは細胞周期の時に時期規定で一斉に壊さなくちゃならないっていうことで、例えばこのM 期のところっていうんですかね、そういうところで APCC っていうようなもので、まあ、いろんな指基準化が行われて、まあ、サイクリン AB の分解、それから G1 から S 期のところで、まあ、サイクリン DE というのが分解されて、まあ、入っていくというようなことがあります。それで例えば SCF の複合体っていうのが分解されていくっていう時に、まあ、次々こう異なるタンパク質がセルサイクルの時にその分解されていくために、まあ、結構アダプターを変えていろんなタンパクを次々周期的にはと同じマシナリーで壊していくっていう、まあ、プロテアサムを用いる分解っていうのは非常に効率的に行う。でこのプロテアソーム指基準化さポリ指基準でマーキングされたタンパクはこのトンネルみたいな構造のところに持ってかれて、まあ、分解される、もしくは分解されずにマーキングの仕方によってプチンと切られるだけでプロセッシングされるという格好のもあります。まあ、モノユビキチン、例えばユビキチンがポリユビキチン化されるときにユビキチンの48番目のリジンがユビキチン化される、もう一回ユビキチン化されるとプロテアソームに非常に分解されやすくなりますが、63番目のユビキチン自体の63番目のリシンのユビキチン化や、もしくはモノユビキチン化っていうのはクロマチンの修飾とかエンドサイトーシスとか小胞輸送 DNA 複製キナーゼ活性化、いろんな目的にマーキングとして使われる、まあこれマーキングタンパクとして使われます。
それでオートファジーというのが分かってきまして、オルガネラを分解するときにユビキシンが一番右側血色構造、それで LC3 だとかギャバラップだとか、ゲート16っていう、ユビキシンとちょっと似た標識タンパク ATG8 の関連のタンパク質というのがあるんですが、これが何にくっつくのかと思ったらば、エタノラミン、脂質にくっつく。脂質へくっついて、脂質がわーっとマーキングされてから、オートファジーはオーガネラをバーっとどこまで食べてっちゃうかということを決めないといけないですから、こういうことも起こっているという。それでフォスファチルエタノラミンというのは、ここにセリンがくっつくか、フォスファチルのところへセリンがくっつくか、コリンがくっつくか、エタノラミンがくっつくかで、リン脂質の中の一つですね。で、例えばフォスファチルイノシトール、イノシトールがくっつくと PI3 だとか PI45 だとか、よくトラフィック、いろんな膜の変化のシグナル分子です。フォスファチルコリンというのは外膜が一番多いし、フォスファチルエタノルアミンは内膜に一番多い、そういう脂質ですが、この ATG8 というのが働いていくときに、こうオートファゴゾームがぐっと伸びていくときに、だからある面ではこうプロテオミクスとリピドミクスというのが合わさっていく。だから膜の場合にはこう、リポプロテインのリポプロテオミクスみたいなものにならないといけないっていう、核酸の場合には リボヌクレオプロテインが大事だったけど、今度は脂質とタンパクの複合体というのがすごく大事で、すごくうまくできてますよね。 ATG8 でもって脂質を標識しちゃうというのは思いもかけないメカニズムで、しかもオートファジーというのは非常に早いですよね。だから今までずっと分かってなかったのは、オートファジーがあんまりピュッ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 と進んでしまうために観測に引っかかんなかった。だから逆に言うと、ものすごく早くて重要な反応というのは目に見えないっていう、なんか今までの生物学がダイナミズムに弱かったというのが、網羅的にいろいろ見たりイメージングで見たりっていうことで、ダイナミズムを考えるとやっぱりイメージングとかそういうのが大事になってくるっていうのも無べなるかなということだと思います。それで今日はこのくらいで、あと 5分ぐらいなんで質問を受けて終わりにしようと思いますが、来週からは今度はこの超分子構造のもう一つの進んだオーガネラとかその輸送とか構造に入っていきます。ちょっと予告編的なんですが、来週は角膜っていうかヌクレアエンベロップと角の構造と、それからその後は今度はプロテインの ER からゴルジー、ミトコンドリアだとかパーオキゾームというところへどう移るかっていう風になっていきますが、今回の第3期ではちょっと今の転写翻訳ときましたんで、角の構造のところを11回で来週やって、それで8、9、10、11までで1回、10月はちょっとお休みになって、また11月以降からその先をやっていくというふうにしたいと思います。今日のそれで一番ただ覚えてほしいというか考えてほしいメッセージは、リボゾームの話という時に、リボゾームがリボヌクレオプロテインとして進化してきた中に、かなり生命の起源になるような考え方があって、ここを理解していくということが一つすごく、このそれがしかも修飾をたくさん入れ込んで、やっぱり化学物質の反応なんだなっていう、だからやっぱり物質論の根拠があって、決定論的にかなり選択されてきたんじゃないかなと思っています。大体以上です。何か質問とかございますでしょうか。リボゾームの進化って、子孫の進化、我々人類に一番近いお母さんたちと思っているリボゾーム、構造微生物と植物というので、それって我々とは多分その種の違いで見られるような違いはすごく分かると思うんですけど、その中にその進化の足跡とか、そういったものは見られるんですか、リボゾーム見れば。そうですね、それは僕自身全然知らないんで見てみたいですが、例えばほら症状媒ではセックスリーサル性決定になってるのが、ヒットでは WTAP は
細胞周期の欠点になってますよね。だからこう道具は同じなんだけど使い道はかなり変わってきた。ゾームそのものの機能はほぼ同じですよね。やっぱり同じような機能で同じようにタンパク質作るのが違うかもしれない。そう考える。マシナリーはあんまり進化してないんじゃないですかね。ただそのマシナリーを合わせてファクトリーとかあれにすると随分使い回しっていうか、かなりこうっていうのは変な話なんですが、来週の話で角膜の話をするときに、角膜の病気って非常に臓器特異的な病気ばっかりなんですよ。例えばエメリンっていうのはエメリンなんとか症筋ジストロフィーだから筋肉の病気、別の角膜の病気は脂肪細胞の、別の角膜の病気は心臓、別の角膜の病気は神経。だから角膜なんていうともうどの細胞でもみんな角膜あるじゃないのと思うんですが、やっぱりさっきのあれですよね、こういうような話とリンクしてきて、この角膜のところのちょっとの機能の違いがこの例えばトランスポートとかなんかに関わると細胞ごとに使われ方が全然、だから今おっしゃった問題ちょっと難しくて、もう進化以前に一人の人間の中でも全然違った使い回しがすでに始まっているんじゃないかという気がしますね。ですからそういう意味では生命科学をやるときに絶対急いではいけないっていうのは、小さな違いが大きな、似たものが全く違うものの機能になるっていうのが生物学の一番大事で、要するに少ない資源を徹底的に使い回してますから、やっぱり生物学をやろうとしたら丁寧に丁寧に細かな科学の違い、就職とかなんかの違いを見ていく方が勝ちだということで、やっぱりその細かな違いを徹底して見ていくことから大きな違いにつながるというのが大事ですから、それは進化も全くそういうことによって使われてきてんじゃないかという気がいたします。他に何かありますでしょうか、ご意見とか。はい、はい、例えばタンパク質がどういうふうにプログラムされているかっていうのを、例えばセントラルドグマによってなんとなく初心者のイメージを持っていると思うんですけども、RNA っていうのが一体どういうふうにコーディングされているかっていうのかっていうのが、なんか どのくらいまで分かるっていうんですか、いや、もしくは講義で今後されるかもしれない。いやいや、それを見るのがきっと多分システム生物学で一番難しいのは、だから RNA の場合は相互作用でこう繰り返し発展じゃないですか、ね、もう物自体が就職自体もだから先祖がこうプロトトランスファーメッセンジャー RNA みたいなものがあって、これが進化してトランスファー RNA、 リボゾーマル RNA、 メッセンジャー RNA、 だからリボゾームの進化がさっき生命の進化自体かもしれないというふうに申し上げましたが、そういう意味で相互作用の塊なんじゃないですかね。それで DNA っていうのはそれを写像したもんだから、核酸配列のところだけ写像を受けて、そういう就職を受けやすい核酸配列を持つようにするとか、それから他に何て言うんですか、こういうペプチドができやすいからこういう配列が使われやすいみたいな、そういう相互作用スクリーニングみたいな世界だから歴史性がすごく強くなっちゃうんじゃないですかね。 DNA の場合は一つのこう情報保存装置でディスクみたいなもんだから、デジタルにできる情報だけをきれいに入れているから読みやすいけれども、 DNA が本当に持ってる情報は RNA ワールドの中に入れないと引き出せないんじゃないかと。だから合成生物学の一番難しいのに DNA 配列を変えて全部の、あれですよね、生物を作るっていうのは次元を減らしたものから次元を減らす増やすみたいな
作業みたいなもんで、どういうフィルターの中で次元を上げるかっていうのをやんないと、多分マリリン・モンローの顔になっちゃったり、アインシュタインの顔になっちゃうような作為がかなりできてしまうんではないかと。そうするとやっぱり生物学はかなりデータサイエンスとしての性格を持たざるを得ないのは、今先生のおっしゃったまさに予見的ではなしに歴史的な集大成として、こういうプールが来たと。でこういうプールが勝ち残った理由は、まあ、例えば30度ぐらいの水温のところでこういう物質の存在下で生きてきたとか、酸素が増えてきたからミトコンデリアを取り込んじゃったみたいな。例えば同じシークエンスを持っているとしても、はい、その RNA が感じてきた歴史の違いによって最終的に果たす役割が変わってくる、そういうこと。かなり怒っちゃうんじゃないですかね。だって同じ DNA から出てきても、さっきのサーキュラー RNA、まあ、プロセッシングもそうですし、そのだからかなり、もう一つ収束されちゃうのはやっぱりエクソンシャッフリングみたいなやつとか、いろんなのが起こってくるということじゃないか。はい、じゃあ来週は核膜と核の構造の話をしたいと思います。